摂津は日本海軍の戦艦。日本海軍の法令上は旧自体の摂津であり、旧自体を用いる文献、資料もあるが、本項目では摂津とする。本艦は大正天皇と低名皇后、双方のお召し艦になったことがある。姉妹艦は河内。戦闘への参加はなかったが、第一次世界大戦にも参加している。摂津は ワシントン海軍軍縮条約に伴い戦艦、道の区の大艦として、1923年10月1日に戦艦から標的艦となった。駆逐艦、夜風によって遠隔操作される無人艦というのが一般的に知られている。艦名は旧国名、摂津国にちなんで命名された。日本海軍の艦船としては、摂津艦に続いて2代目。 河内型戦艦は日本海軍最初の土球戦艦である。河内と摂津の外艦上の相違点は艦首部で、河内は垂直型、摂津はクリッパー型であった。河内型戦艦は30センチメートル連装砲向6機12門を装備する。手砲の配置は喫光型であり、右もしくは左辺に手砲を打つとき反対限の手砲が使用できなかった。 その上前後の方2機が50口径、中央原則の4機が45口径と射撃式に問題が出るものであった。同時の軍令部長、東郷平八郎元水が前後の方はより強化すべしと主張したためであった。実際の運用では12インチ50口径法に幻想薬を使用することで性能を12インチ45口径法に統一していた。 また、日本海軍は次世代戦艦に引き続き50口径12インチ砲を搭載する予定だったが、イギリス滞在中の加藤漢字中佐が12インチ50口径砲の欠陥と13.5インチ口径砲新開発の情報をつかみ、緊急報告を行う。この情報をもとに、日本海軍は12インチ50口径砲を搭載予定だった不走型戦艦と、 混合型巡洋戦艦の設計を変更し、14インチ45後継砲を搭載することになった。1918年頃の摂津。1909年1月18日、摂津はクレ交渉で寄港した。同年2月12日、日本海軍は横須賀海軍交渉の移合戦艦を、河内、クレ海軍交渉の旅行戦艦を摂津と呼称することを内定する。 1911年3月30日、摂津は浸水した。明治天皇皇太子は、戦艦、鹿島に上艦して、呉軍港に到着、摂津浸水式に臨席した。同日府で旅行戦艦は正式に摂津と命名される。戦艦に類別された。1912年7月1日、摂津は竣航した。 春光寺、摂津国一の宮の住吉大社より、同神社の約1、40模型が摂津に寄贈された。1914年3月下旬、大正天皇皇太子及び弟宮は、江田島に行刑することになった。3月20日、三宮は、お召し官、薩摩二条官、摂津は、仙道官、岩見は、副部官を務めた。公開中の三月十二日には、 軍艦三隻が合流し、お召し艦以下と演習を行った。1918年7月12日、徳山湾には艦艇多数が停泊していた。この日の午後3時57分、姉妹艦、河内が爆沈した。1919年10月下旬、横浜沖合で艦艦式が行われ、同式典で、摂津は大正天皇のお召し艦となる。 10月23日午前、大正天皇は横浜港で摂津に上艦、立山湾で下白する。10月24日、大正天皇は海軍特別大演習を搭載するが、戦艦、日向で強盗爆発事故、駆逐艦、浜風で環境損傷事故が発生した。10月25日、大正天皇は横浜港で摂津を体艦、おし列車で、 東京に戻った。10月28日午前8時45分、大正天皇は横浜港に到着。お召し館、摂津に上館した。式典にあたり、皇太子は戦艦、扶装から摂津に移乗し、天皇を出迎えた。部館は平戸、香取、千熊、満州。午後2時30分、摂津は横浜港に到着し、天皇。 皇太子は退官した。1921年11月から始まったワシントン海軍軍縮会議当時、アメリカは日本海軍の長戸型戦艦二番艦、道の区を未艦艦とみなし、日本が保有可能し得る主力艦に形状していなかった。日本側は強く反発し、説を犠牲にして道の区を復活させる意向であった。1922年2月6日、 各国は、ワシントン海軍軍縮条約締結に至る。日本海軍の保有主力艦は10隻であった。すなわち混合型、不装型、伊勢型、長戸型と定められ、道の区の大艦として、摂津は退役させられることとなった。だが廃艦にする主力艦のうち1隻は標的艦に変更することができたため、日本側は摂津を当てた。同年三月、 大正天皇皇后は、カシ井宮に参拝する。摂津は皇后のお召し館となるが、これは館内に余裕があったこと、関門海峡を通過しやすかったこと、先に摂津が大正天皇のお召し館になったことがある、などの観点から決められたという。3月9日に葉山を出発した皇后は、19日以降、カシ井宮、箱崎宮、太宰府天満宮を参拝する。 23日、皇后は文字校から駆逐艦、萩に、上館、続いて摂津に移動した。皇后は3月24日から26日にかけて江田島の海軍兵学校に行校する。当時、兵学校には高松の宮信人新郎が生徒として在籍していた。26日朝、皇后は江田島を出発、神戸港で退官した。 1923年10月1日、摂津は軍艦席及び艦艇類別等級表より除籍された。標的艦に類別変更される。この類別変更に伴い、手法や装甲など戦闘艦としての装備を全廃した。同時期、海岸要塞法の整備計画を進めていた日本陸軍は日本海軍に要塞法の製造を依頼していた。 陸海軍の調査と協議の結果、補填法として数隻分の艦載法を陸上要塞法に転用することが決まる。摂津の50口径12インチ連装砲2機は陸軍クレーン船、青州丸によって長崎県津島要塞まで運搬される。同要塞の竜の先放題に設置され、1号は1929年に、2号は1935年に完成した。 45口径12地方連想法4機は予備品として分解保存された。なお、12センチ法1門が福岡県の菓子井宮に寄贈され、今なお保存されている。標的艦となった当初の摂津は自身が標的となるのではなく、標的となる目標を栄光するのが任務であった。一例として摂津は標的艦とさを 自沈地,地点まで栄光する任務にも従事した。標的艦となった摂津であったが、数年後には予備艦となり、クレ軍港で経流された。一方、日本海軍はドイツで戦艦の無線操縦に成功したとの情報を1921年に得て、研究に着手。1928年には、電動機と電池を用いたシステムで、駆逐艦、渦機での実験に成功した。 また、アメリカ海軍は、戦艦ユタを標的艦に改造し、ドイツ海軍の戦艦中輪源も標的艦に改造されていた。これらは、無線操縦、無人航行が可能であったが、そのためには、ボイラーの自動制御が必要であった。日本海軍は、ドイツ海軍からボイラーの自動燃焼装置を輸入。マイズル海軍交渉で試作品を作り、 同交渉で建造中の初春型宅地区間夕暮れに装備して実験を重ねた。完成品は呉海軍交渉に送られ、摂津に装備された。1936年に摂津の無線操重爆撃標的艦への改造が決まり、呉海軍交渉において1937年1月から約半年間をかけて改造が行われた。 本格的な無人操縦装置を取り付ける。すなわち、駆逐艦や風を操縦せとし、10キロ、演習用爆弾の高度4000メートルからの投下に、耐えられる洋艦、要乾板、環境、煙突等の防御を強化した。標的艦への改造にあたり、機関部に大きな変化があった。主機は、直結式タービン2機2軸2万5000割機のままだが、 宮原式根燃ボイラー16機の大部分を撤去する。代わりに両号根本式重油千年ボイラー4機を搭載、このうち2つに自動燃焼装置を装備した。ボイラーの減少により3本あった煙突のうち第2煙突を撤去した。残った2つのボイラーを乾燥し少しでも速力低下を防いだが、速力は20ノットから16ノットに低下した。 摂津の遠隔操作命令は、進路完成14種、速度完成8種、円幕展開など、その他15種の合計37種があった。1939年11月15日、日本海軍は有事を想定した艦隊編成を実施する。当時の軍令部は、翌年3月頃から摂津と矢風を連合艦隊に加える予定であった。標的艦。 摂津の1940年の改造後の姿その後1939年から1940年にかけて第二次改造工事を実施した。従順クラスの砲撃訓練及び航空機の雷、爆撃訓練を航空機側のみならず総監側の回避訓練にも使用可能なように防御をさらに強化した。軍縮条約によって取り外していた。 原則走行を復活する。また航空攻撃に対応して、環状部構造物や、水平面の防御を強化した。すなわち10キロ円周爆弾の高度6000メートルからの投下、30キロ円周爆弾の高度4000メートルからの投下、射距離22000メートルからの20センチ、円周砲による砲撃、射距離5000メートルからの14センチ円周砲による、 砲撃などに耐えられるようにした。回避操船訓練のため速力が求められるため、休止していた第2ボイラーを戦艦混合の陸揚げ艦と換装する。第2煙突を復活させ速力は17.4ノットに向上した。環境安全区画からの着弾観測の妨げにならないよう、第1煙突の高さが短縮された。砲撃訓練時、乗組員は、 摂津より体感する。爆撃訓練時、乗組員は摂津防御区画に対比して相関する。この訓練は爆撃回避行動の訓練も兼ねた。これらの改装により航空機部隊の連動や艦長の相関技術向上につながり、戦火工場の一助となる。一例として、摂津艦長時代に航空攻撃回避術を研究、後の早い一号作戦で第四。 航空戦隊司令官として、激しい米軍機の攻撃から指揮下の日向、伊勢を無事生還させた松田千明が特に有名である。なお、セッツ及び夜風をはじめとする標的艦や、それに従事する艦には、煙突部分にソロバン玉のようなキャップが装着された。これは、砲弾や爆弾が開口部から侵入し、機関を破壊するのを防止するための装甲化された。 多いである。肺炎は、キャップと開口部の隙間から出るようになっていた。1940年5月1日、二隻は、連合艦隊に編入された。同年10月11日、横浜港域で行われた、紀元2600年特別艦艦式では、矢風と揃って、第2列に配置された。1941年12月8日の太平洋、戦争開戦後も特に、 日本周辺から離れることはなくご母校として過ごした。1944年2月1日、上ジ一郎大佐は連合艦隊司令部府となり、瀬戸内海西部の摂津で総監の訓練を積んだ。2月15日、白大佐は正式に空母千代田艦長に任命され、千代田に着任した。同年3月1日、摂津は第一航空艦隊付属となり、 瀬戸内海で訓練に従事した。1945年7月24日、摂津はアメリカ軍機によるクレ軍港空襲を受け大破する。着底し、そのまま終戦を迎えた。1945年11月20日、除籍。無人操縦装置の原理各電信によって稼働するスイッチを持ち、発信する電波を800.930100.1300。 ヘルツの4種類とし、そのうちの3種を組み合わせが1命令となる。信号の組み合わせは最大64通りとなるが、うち37通りに実際の命令が割り当てられた。命令により、速力や進度の変更が行われる。ただし、本艦の操縦はすべて無人というわけではなく、艦船による砲撃訓練時のみが無人で、訓練海域までは、 環境にて相関し、到着すると両艦である駆逐艦や風に全員移動しそこからコントロールされる。航空機の爆撃訓練の際は艦内の安全防御区画で待機し、一般航工事や出入工事は乗員がそのまま乗り込み送還した。逸話標的艦に改造した山本正春によれば、艦政本部から改造の依頼が来たのは昭和10年のことであり、 壊れやすい送受信機の耐震対策に苦労し、ゴムベルトで機器を吊るすだけでなく、自転車のチューブを用いた実験も行ったとされる。また、開戦直前、機動部隊の空母のふりをして、南シナ海から台湾、フィリピン方面まで進出し、盛んに機動部隊の呼び出し符号を使って、技伝を発信し、アメリカはこの電波を機動部隊のものだと信じたようだと答えている。 客中なき限り、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。